なぎの状態が一番危機感感じるというか。スタートアップって基本的にはサービスもまだまだ世に知られていないっていう状況の中で、まあ、いかにそのビジョンに共感してもらってついてきてもらうかっていう中で、一つ一つ自分でこうでもないああでもないっていう試行錯誤であっという間に4年間経ってた感じで、組織作りの辛さっていうか大変さはすごく感じました。で事業成功させようっていう、それを第一義にしながらもお疲れ会だったり月初会だったりをワイワイ楽しく雑談しながら、まあ、上とか下とか、 なんかそういうこと関係なく意見を交わせる、そういう人間関係を作るっていうのがすごい大切だったんだなっていうのをすごく感じています。気づけば、まあ、こんなに信頼できて、まあ、情熱を持って一緒にしている仲間がいるっていうことが、まあ、なんかふとめちゃくちゃ幸せだなってって思ったんですね。ちゃんと背中を預けながらあうんでできてる感じもしてきてるので、自分がまたどんどんやりやすくさせてもらってるっていうのはすごく幸せなことを、なんか日々最近特に感じます。